4月23日オープン、藤崎町いやびの2号店が弘前市にオープンしました。オープン当日に行ってみました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今日はラーメンいやびのオープン日、国道102号線を青木ダイソーの信号を曲がってエストの裏、隣が東屋カンパニーの横にラーメンいやび、名前がまだはっきりした情報とかそういうのがなくて間違ってたらすみません。前情報が今日オープンという情報しかなく、いろいろ情報不足ですみません。イケメン店主さんがご挨拶に来てくれました。定休日は日曜日とはっきり聞こえました。あとはお客さんが帰るときに夜も来ますと言ってたので、夜営業もあるかもしれません。間違ってたらすみません。私は12人目だったので待ちましたが、席は11席ありました。メニューはラーメン、混ぜそば、豚チンタン、塩と醤油があるようです。無料で増しもできるようです。カウンターに置いてあるペンで好みを記入します。これが食券です。食券に書きます。食べ終わったらお皿を戻してテーブルを拭きます。ラーメン 200g 950円を注文。ラーメンとは二郎系ラーメンのことだったようです。いただきます。分厚いチャーシュー、大と小、もやしたっぷり、にんにくたっぷり、ネギ。スープはちょっと取れませんでした。もやしの下をかき分けて麺が出てきました。極太麺です。麺がちょっと茶色っぽいので全粒粉入りかなと思いました。めっちゃめちゃもちもちで美味しい。そしてすごい噛み応えがあります。スープは超濃厚です。豚骨スープだと思います。全く豚の臭みがないので飲みやすい。これは二郎系だけど女性でも全然好きなやつなのではないかなと思います。もやしだけ食べると多分麺がものすごく濃く感じるでしょうから、麺と混ぜていきたいと思います。こういうのを天地返しっていうのかな、ちょっとよくわからなくてすみません。間違ってたらごめんなさい。ラーメンを下から持ち上げたことはあまりありません。よく混ざりました。もやしと混ぜるとさらに食べやすくなりました。厚切りチャーシューです。柔らかくて肉の旨味がしっかりしています。味もしっかり濃いです。美味しいです。藤崎町のいやびはすごい人気ですよね。いつも外に待ち列ができています。ちょっと前から二郎系も出したと聞いていましたが、2号店はこのラーメンと混ぜそばがメインのようですね。ラーメンと食券機に書いてあったので普通のラーメンを想像しましたが、これを見てピーンときました。これは二郎系ラーメンだなぁと思いました。そして普通のラーメンもあって、豚チンタンそばが普通のラーメン的な感じのようです。私のお隣に座った方が食べていました。めちゃくちゃ美味しそうでした。次はあれを食べようと思いました。それにしてもいやびの店長さんは若くてイケメンです。
すごく若いと思いますが、もう2号店を出すなんてすごいですね。そして藤崎店とは違う感じのお店で、麺も自家製麺のようです。豚骨で二郎系とはバリエーションもすごいですね。若いのでエネルギッシュでいいなと思います。麺も全粒粉なのか、 X で煮干しがどうとか書いてあったので、もしかしたら煮干し入りの粉でも入っているのかなと思いました。はじめは鶏と煮干しがメインだった記憶がありますが、最近はいろんな味、スープのものを出していたみたいです。お客さんを飽きさせない姿勢がいつまでも人気の秘訣なのでしょうね。私は10時45分頃に到着しましたが、すでに待ち列ができていました。カウンター席が11席だったので、私の前にすでに11人が並んでいたようです。私は12人目だったのですが、それほど待たずに着席し食べることができました。店内の席数もそれほど多くないので、すぐに満席になりますが、回転は早いと思いました。私は麺 200g にしましたが、女性は 150g くらいがちょうどいいかもしれません。でも 150g と 200g が同じ値段なので、ついつい 200g を注文してしまいました。全部普通にしました。もやしはたくさん食べた方がいいと思います。食べ終わりました。あとはスープだけ。すごく濃いスープです。煮干しを感じるのは私だけかな。この前献血をして、その血液検査の結果がものすごく良かったので、気にしないで飲めるだけ飲もうと思います。夕飯は野菜サラダだけにしようと思います。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。